ウガ上流側より望む荒川大橋。荒川大橋、新荒川大橋は、埼玉県熊谷市河原町一丁目、江の町教会と同市村岡の間にかかり、荒川を渡る国道四百七号の密接する日本の道路橋。全長八百四十六メートル。下り線が九百六十九年竣工の荒川大橋。上り線が九百八十年竣工の 新荒川大橋となっている。初代荒川大橋この橋の付近にキロメートルほどの区間の河原町側の堤防は熊谷桜堤と呼ばれ、日本桜名所100選に選ばれた桜並木が広がり、毎年3月下旬から4月上旬にかけて熊谷桜祭が開催され、花見客で賑わう。また、この橋の下流寄りでは、毎年8月に、 熊谷花火大会が開催され、村岡川の河川敷より上がる、花火の観覧客で河原町側が賑わう。この橋の歩道も多くの観覧客で埋め尽くされる。この橋を、国際中央交通による JR 上越新幹線、高崎線、秩父鉄道秩父本線熊谷駅と東武東上線、東松山駅、森林公園駅、小川町駅を結ぶ路線バスが走っており、 河原町、江の町側の橋の導入部に江の町停留所が、村岡側の橋の導入部に大京南停留所が設置されている。また、熊谷駅から徒歩10分程度である。ありがとうございます。